おやつはお紅茶とマカロンに限るザンスねお紅茶は本場のエゲレスからの直輸入マカロンはオフランスのものを取り寄せたザンスこれは私のような選ばれた電車しか食べることは許されないダンスなんや最近あのラピッドきっしょいな塗装もなんか普通のラピッドとは違うような気がするけどあれ公屋さんご存知なかったですかあれは スイスのモントルー・オーベルラン・ベルノア鉄道と姉妹鉄道を締結した縁でゴールデンパスエクスプレスの特別ラッピングをしてるんですよ。えちょい待てよ。あの姉妹鉄道って世界産つながりと山岳鉄道つながりちゃうかったっけそれならうちら高野線のつながりやろ。なんでラピートがラッピングされてんねんあ、はあ、多分関空特急やから外国客に PR するには 持ってこいなんでしょうね。やっぱおかしい。うちら高野線がやるのが筋というもんや。おいちょっとラピートあんた何調子こいてラッピングなんかしてんねん。そもそも、モントル・オーベル・ラン・ベルノア鉄道との姉妹鉄道の縁は、俺たち高野線が取り持ったもんや。高野線の車両こそがラッピングにふさわしい。俺にラッピングの権利をよこせはぁ、あ、何も私は自分でやりたいと言ったわけじゃないざんす。 会社の偉い人が私に会うように言ったからやってるだけダんす。やっぱり外国が絡むような案件は、ラピート一族がやるのが一番ざんす。のほほ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 ほ。一休さんの将軍様みたいな笑い方やめ。もうラッピングが始まって1ヶ月以上経ったダんす。もうすっかりモブラピートとして定着したのに、今更やめるなんてことは、もうできないゃんすね。え、今、なんて

いやーモブにはそんな意味があるのに、モブラピートやなんてウケるわー。しょうがないダンス。楽勝がモブなんだから。そんなモブなんて言われるラッピングなんか嫌やろどう俺にラッピング譲らへんか誰が譲るかボケ。しょうもないイチャモンつけさらしてやがって。読みが一緒でも意味が違うから全然俺は気にせえへんわ。あっち行きさらせ、ドアホ。シシ。 喋りが元に戻りやがった。いやーしかしあいつ、モブとか言われても、ラッピングは手放したくないんやな。それにしても、俺なんか2015年に高野線改装1200年記念ラッピングから、一度もラッピングされてへんのによ。ラピートなんかいっつもラッピングされてて、エコーヒーキや。ああ、荒野さんほどのベテランでも、ラッピングされたいんですか当たり前や。ん。コスプレとか仮装とかは、 いくつになってもしてみたいもんや。俺は、泉公務ちゃんのラッピングでもやるで。いえ、ね、あれは千北高速ですから。あのあ、話は聞きましたよ、荒野さん。なんでしたら、私の万博の脈々のラッピングをお譲りいたしますが。いや、それはええわ。きな臭そうやし、いろいろ微妙やし。なんでですかあんなおたっきな泉公務ちゃんのラッピングよりかは、全然いいでしょ ちゃんをオタッキーだなんて昭和の死後で泉香美ちゃんをボボ暴徳するのは拙者が許さないとでありますああもううるさいなそんなにラッピングされたいならカダセンにおいでよ今度ついに俺たち2000系が始まりのめでたい電車になるよこれでカダはめでたい電車が5本かラッピング天国やなはははははは